はい、まず最初にこれから、ISO 感度をちょっと上げてみます。今普通に撮っている SDR の絵ですね。今 ISO100 ですけども、上げていくと、まあもう大体ここから空が飛んでいって、さらに上げていくと、1万でもうほぼ真っ白ですね。で3万2000にするともう何も映ってないという状態になります。ではこれで、今度は S ログ撮影にしてみます。ログ撮影をオンにして、はい、じゃあこれいきます。はい、今度はフレキシブル ISO にしました。ここから、ISO 2000から、あ、200から上げていきます。これはもう ISO 感度そのまま上がってくるんです。どうでしょう、1万を超えてもまだ映ってますね。3万2000にしても、こうやって街並みが残っています。これは、フレキシブル ISO での撮影です。続いて、切り替えてみます。でこれシネ UI のクイックです。こちらで ISO を上げてきます。シネ UI クイックはベース ISO 800と2500を自動で切り替えてくれるモードです。こうやっていじってみると、だいたい ISO 感度1600を境に800と2500が入れ替わっているのが、そこを待った時にみたいに、撮影した映像の方の明るさがパッと変わっているのが分かるかと思います。この800と2500で一番ダイナミックレンジが取れるように設計されているのが FX30 なんです。さあ、また切り替えます。今度は、ログ撮影、シネ EI、 こちらは、マニュアルで、ベース ISO 感度を800と1600を切り替えるモードになっています。今、ベース ISO 感度は、800で設定をしています。これで、撮影している場合はこうして、200から上が、3200までですね。この間で、減換をして、後で編集作業しますよと。撮影時にこうやって減換増換をした映像っていうのは見れるんですけども、あくまでも記録する映像はベース ISO 800のままと。今度は、ベース ISO 2500に切り替えてみました。まあ先ほどと同じことになるんですけども、これで、今度は1万から640の幅で、調整ができるということになってますね。これも、露出っていうか ISO の感度を変えて、モニター上の明るさは変わるんですけれども、記録している映像に関しては変化はありません。あとで、ポスプロ編集作業の方でこれと増換とか減換をやるという流れになっています。さ、最後にここでですね、フレキシブル ISO、 一番使いやすいのは多分これになると思います。我々素人はこれを、ラットを当てるような形で、要するに画面上にですね、絵が反映されているような形で撮影します。それと今ラットのファイルの埋め込みってやったんですけども、これは SD カードではできなくて CF エキスプレスカードタイプ A のみ可能なものになっています。こうやって、ISO フレキシブルにしていると、こうやって映像は見た目通りに記録できるので、一番使いやすいんじゃないかなと思います。